今シーズン自身は5得点目です。金沢4対1リードを3点に広げました。さあここはボールが流れて旗のシュートが入った。長崎1点返した。4対2。非常にラフなボールだったんですけど、畑選手最後まで諦めずよくゴールしましたね。気持ちのこもったゴールですよね。畑は今シーズンリーグ戦として